忘れと。カットテイクス。十インチ十インチ。よっしゃ十インチ。大会のイベントに参加したいと思います。では今から行ってきます。行きます。真っ暗で何も映ってないけど、え来ましたよ、郷川です。25番だったっけ、はい、ギルネステン。すごいね、ですか全部。2馬力からも先に、走っていただきます。で2馬力8、9、15。今回はチーム制ですので、一定で私とツンツンと、現地で一緒になった高木さんとで戦います。3本リミット、3本リミットのウェイトでの勝負になります。さあどうなることでしょうか。とりあえずは前の川という筋を最上流部まで目指します。ここでキックベッドが引いて釣りたいよ。でかくないっすわ。大事大事。高木さんフィッシュ。ルアーはあのストレート。カットテールス。いやいやツンツンでしょ、ツンツンさん。当選高木さん、ナイスフィッシュ。あざーす。オッケーオッケー。オッケーオッケー。またあのストスか。いや、今度スーパースピードか。トクトクトク。ユニットメイク。ユニットメイク。当たった当たった当たった。10インチ10インチ。おっしゃおっしゃ10インチ。いいサイズいいサイズ。入れ替え入れ替え。入れ替え入れ替え。10インチ10インチ。むっちゃ引くね。下で終わらせたいね。ワンがなくなってる。
はい。これがなくなっちゃったけど。11ネスト10イエイ。じゃないもん、食ってる。ほら、食って走ってる。だいぶ前から食って走ってた。こいつ食ったぞ。11に。うわぁ。11番、バス11。来た。本日最小サイズやな。なかなかむずいですよね。うん。もう食ったかこれ。食ってる。よし来た。あ、でかい。でかい。来たよー。10インチ。でかいよまた。でかそう。でかい。下で割らそう。頼む。こいつにかかってるね。がっつり飲んでるわ。がっつり。また10インチ。キャキャ。また冷蔵庫スポット。ほんまや。10インチ。冷蔵庫があるところから捨てられるんかもしれんよ。本当に。嘘だと思ってるでしょ。難しいです。冷蔵庫があるから捨てられる。流れ着くってことは何か理由があるからさ。流れに対して。だって、普通に流れてるところには流れ着かないよ。あの辺も多分丸太も流れてきた。食ってた。あ、でかい。3.5 インチでもでかい。これでかい。これやべえ。寝掛かりかと思ったもん。そう思いました。3点。言ったらめっちゃ。ね、ああ、うまい。やってもうたー。まだチャンスある。やってもうたよ。でかいサイズ。これ大きい。この一本大きい。来た。でかい。ちょっとでかい。頼むぜ、ほんと。最後のチャンスだぞ、これが、絶対。すごくね。頼む、そんなに悲観でくれ。申し訳ないけど、そんなに悲観でくれ。やめろ。これ結構この一品一本大きいよね。だいぶでかい。
しかもギリギリで本当にちょうど根っから外しに行ったから投げたようなところではい、なんとかギリギリで最後の入れ替えをしました。最後の1投でしたね、あのスクエット 3.5、今から飛脚に向かいたいと思います。いやギリギリでの1本だった。帰ってまいりました。飛脚です。1位ですね、優勝者は、ナンバー15番の、カードをお持ちの赤巻さん、坂口様、こちらがですね、なんと 4465g ですね。ありがとうございます。こちらが、はいはい、5位の医療さんと坂本さん、3匹で2500ポンドフレーズ、はい、ダウンショット、はい、ストレートでも全部対岸の、なるほど、ワンはあのストレートですか。ストレートワンで何でもないです、ストレートワンですね。